シルクスクリーンっていうのは本当にまあイメージで言うと印刷に近い、まあ、手刷りなんですけど、まあ、それこそカラーバリエーションを今回結構作ったんですけど、まあ、そこでまた作品のその変容というか、例えば僕がこの油絵の具を使って、作っている作品の中では、まあ、まずありえないような成り立ちの仕方というか、版画ならではの、まあ、それこそシルクスクリーンならではの、まあ、色構成だったりとか、まあ、形だったりとかっていうことが選べたので、そこはすごく面白いポイントでした。まあ、版画にした時にすごくこう感じたのは、まあ、サルリーフを除いてどの作品にしろ、すごくこう平面性が強く、作品の中に、まあ、封じ込められるというか、まあ、作品の表層に出てくるというか、そこがすごく強調されたされて、まあ、仕上がったんです。そこはすごく面白いなと思っていて、まあ、日本人の血なのかなのか分かんないんですけど、まあ、そこでまた一個その普段作っている作品とこの版画との間でメタモルフォーゼが起きたので、そこに関してはすごく面白かったし、絵画と深いなと思ったというか、まあ、その一つのヒッチにしろにしろこれだけ変化するんだなっていうことを感じたというか、絵画描いている時よりも冷めてるんですよ。なんか冷静というか、冷静に絵を見て、まあ、絵画描いてるよりも冷静ではあるんだけど、この色構成はダメとか、まあ、その中でこう判断していくことの難しさはすごく感じるんだけど、まあ、よりこう、まあ、デザインしていく意識が高まるし、より冷静かなとは思いますけど、まあ、最終的に上がってきた時はやっぱり熱いものは絵画と変わらずありますけど。